魂が入っておりますわね。ああ、魂、ね、魂がね、輝いとるでしょ。いい言葉だね、魂が入ってるってはね。ありがたいですよ。熊野古道に熟達の野火事。そしてここは紀州備長炭のふるさと。1200年の伝統を受け継いだ最高の炭がこの山里で脈々と作られています。木造の格好だよ。あ、木塚は中学校に書いてある。あ、なんか音聞こえない。あ、なんだろう。山あいの中学校から心地よい響き、何の音だろうかとお邪魔しました。あ、こんにちは。こんにちは。すいません、突然。これは、炭です。炭ですよね。今もしかしてトントン落としてたのはこの音ですか。はい。あらららららら、あら、いい音。すごい。あの、備長炭っていうんです。うわ、お、すごい。あ、すごい綺麗でしょう。綺麗です ね、 ね、うん、なんかこう黒いダイヤとか。ツヤツヤしてね。ってことは炭で楽器を作っているところですか。はい、そうです。なんていうか木なんですか。炭のような木琴のようなということで、はい、あの炭の琴と書いて炭琴と言います。炭琴、はい、これは珍しい楽器ですね。でも調律は大変。炭は湿気を吸収します。音も微妙に変わります。さて、備長炭のふるさとで見た意外な使用法を拝見。床下の壺に大判小判というわけじゃない。なんと除湿のために備長炭を敷き詰めているのです。ずいぶんあれですね、太いね、備長炭が。ずっと埋まってるんですか、ここ。はい、土なんかもサラサラでしょ。本当だ。カサカサ。ほら。あら。ほら。乾燥してますね。全然なんか湿り気がないですね。これは。お値段は2トンで45万円。ダニも湿気もさようなら。産地ならではの贅沢な利用法です。このお宅は大胆。なんとお釜に入れてご飯を炊く。銀シャリが黒シャリにならないかってね。そりゃ少しは黒ずむようと思うのは素人の浅はかさ。ああ、炊けた。なんかこうずいぶんこうね、ふっくらとしてますよ。そうです。これちょっと取っていいですか。取り出してみよう。どうなってる。あの、黒く映ってるように見えるだけだ。ほら、うん、本当なんでもない。全然、黒くないですよ、本当に。味はどうだ。ああ、ね、甘いご飯が。お米や水の不純物を備長炭が吸い取ってうまいご飯が炊けるのでしょう。熊野三山、そこは仏が神に化身して現れるところと古代から信じられてきました。熊野本宮大社。那智の滝に生える熊野那智大社。
そして新宮市の早玉大社、この3つの神社を熊野三山と言います。極楽往生を求める人々は鬱蒼とした熊野古道の山道を三山目指して参拝の旅をしたのです。天皇も貴族も庶民も長い苦しい信仰の旅でした。今その熊野古道を歩けば人々の願いが千年の時の流れとともによみがえってくるようです。結構ひんやりするね。こう怖い感じだ。これでなんか宿が取れるんだよ。これどうしよう。お腹空いたな。どうしますか。腹減ってきたしね。山の夕暮れは早い。宿の見当もつかない二人、心細い。手招きしてみたらね。恐ろしいね、これよ。樹齢どれぐらいだったんだろうか。あ、なんでこんなとこにぼんぼりがついて。あら、なんか突然明かりがついてる。かやぶき屋根の。あら、あら、いろりがあって誰もいないのに、ほら、明かりとかのいろりに火が燃えてるよ。ごめんください。何やら怪しげな風情。すいません。いや、なんかあの東京から来たんですけど。またまた遠くから熊野古道歩きに。え、あれそうです。なんか暗くなってしまったもんですから。いや、そりゃお困りやろね。こちらなんかと泊まることができるんですか。まあ簡易宿泊所ですね。民宿やってます。あ、そうなんですか。うん、民宿なんですか。はい、予約でね。ええ。あのお客さんに来ていただいてるんやけど、こういうふうに突然に見えられたらおばさんうろたえます。そうですか。いや、今なんかこうじっとこう冷や汗のようなものが続々出てきました。びっくりしました。この戸賀の木茶屋はかつて熊野詣の旅人が利用した旅籠でしたが、今は民宿。やっぱりいろんな方がその見えられたでしょう。はい、まあ、なんか、まあ、心の病、飾らの病で、でやっぱりその行き倒れになったり命を落とされた方のね、なんかその霊魂がまだ残ってるらしいんやわ。霊媒師の方が見えられたらね、そこの一方過ぎて千年からの、あの杉があるんやけど、そこの麓にね、いろんな霊魂がいてますねって言ってね。今通ってきたとこだ。そうします。ここ来るときに、あの杉、あの辺ですか。なんかが出る前触れや。お母さんに散々脅かされ、縮み上がった夜が明けて朝。なんと美しい朝ではありませんか。いつか見たふるさとの山道に戸賀の木茶屋。ご主人はいろりで朝食作り。朝は紀州の山里の習いで茶がゆ、都の旅人から伝えられたものでしょう。おお、ご主人自ら。はい、お茶がゆです。あ、お茶がゆ。これ普通のお茶ですか。お茶です。番茶です。番茶、しかし、まあ、何よりもこの景色がいいよね。目の前に山が迫ってて、昨日の夜は全然分からなかったですね。
なんか目を見張るばかりの鮮やかな緑の山だね。いただきます。お茶が染み込んでて美味しいね。このお茶の香ばしさっていうか、景色を眺めながら客に朝食を食べてもらう熊野古道戸賀の木茶屋の雅な趣向です。紀伊半島は温泉の宝庫です。日本最古の湯と謳われる湯の峰温泉は古くから熊野詣での湯こもり場としてにぎわってきました。日本一小さい売り上げ市場。あら、ありがとうね。この大きいあれですか、ミロは一袋おいくらなんですか。150円。え、これ150円。安い、高い。安い安い。これでも500円でしょうかな。もっと安い方がいい。カゴは安い方がいいね。これもお手玉。お手玉。野菜ばかりかお手玉。もちろんおばあちゃんたちの手作り。上手に手があれ。うまいもんだね。こうやってできるやけどね。こうやって。これでこうやって文字とこうやってね。やっぱり欲しいね。大したもんだね。2つできる。入れるものがないんよ。これはなんか何ですか。あ、うまいうまい。一緒に行きましょうか。じゃあやりましょうか。せーの。下手だな。あれちょっと待って、パチッパチッと楽しんわよ。娘と息子は弱遊んでる。触れ合いも楽しいお手玉の輪。湯の峰の呼び物は小栗方眼が豪病を癒したという壺湯。くぅ、これは熱い。熱くて当然源泉ですよ。すごいか。水で埋めて入るのが常識。最南端潮の岬、黒潮を踊る太平洋がまばゆい。白い波しぶきが。そして熊野灘に面し、海岸段丘に民家が密集した大地。ここは日本で初めて大掛かりな捕鯨が行われた町です。船の掃除ですか。クジラ漁ってのはどうなってるんですか。追い込み漁っていう漁がありまして、それでもって今でもこの大地の町で追い込み漁を行っているわけなんですね。じゃあ今日も追い込み漁ってのは出てるんですか。はい、今日もお天気いいからね、できましたね。沿岸の捕鯨は許されていますが、漁は見られるんでしょうかね。うわー、綺麗ー。なんか、すごいね。絶景ですね。あそこにあの白いのが散らばってますね。はい、あの灯台があって、あの右手の方にね、どうもあれらしいな。あれですか。北西の季節風が吹く秋から冬にかけて、太地沖にゴンドウクジラが回遊してきます。
漁師たちは朝5時半に出漁、数隻の漁船で入り江へ追い込みます。音に敏感な